はいどうも、ネングシューターと申します。今回は対物特攻ダウンについて調べてまいろうと思います。意外なこと、また新しい発見、いろいろ見つかりました。早速どうぞ。用意しました舞台ですね、デバフ。まず核の舞台、全員槍です。槍歩兵です。まず核ですね、対物特攻 50% 低下、これ3部隊ですよね。対象含む敵3部隊、対物特攻 50% 低下。次各省、これは対象の対物特攻 50% 低下。ざっくり言いますと、核と各省がですね連携すれば相手の対物特攻がゼロになる。対物特攻というのはですね、この 50% 対物、ここのことなんですかね。まあ、何にしろ 100% 削ればゼロですよね、普通に考えて。拠点のダメージはゼロになるというふうになるのか見ていこうと思います。はい、次こちら芝居隊ですね。対象3部隊、攻撃を 20% 下げる、さらに対物特攻を 50% 下げる。これは攻撃を下げて、さらに対物特攻を下げているので、核よりも下がるってことですね。この2部隊のデバフに注目したいところですね。今ですね、ちょっと殴ってもらってます。さて、ご協力いただいてどうなるでしょうか。相手は、あ、ちょっとこれ先方溜まるまで持たないじゃないか。これどうだろう、先方が今出る。あれ、生きてるね。お、3連鎖だ。しかもこれでファイヤーのダメージ、巻き込みも出てるな。どうなんだろう。それではログを確認してまいります。まず弓の大仏という値ですね。大仏特攻なのか、大仏特攻値なのかもしれないなって今思いますけど、40%、 これは3つの兵科で一番低い値でございます。そして黄色と赤の囲みの中、大使自体は交易所に、いわゆる拠点ですね、419の損害、勝者は788の損害を出しております。そして次のところですね、ネングシューターの核体、先方発動しました。これも攻撃側のログでございます。このログも画像もですね、提供していただきました。改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。そして防衛側、核体3連鎖連携ですね、各省多い。まず各省から発動しております。ここで分かるのはですね、まず各省が発動しているんですけど、対指示の対物特攻変化を与えているのは核なんですね。意味がわからない。でこちら側のログではですね、対支持隊と続歩兵隊に対物特攻変化が出ている。各3部隊対象なんですけども、なぜか2部隊で、攻撃はですね、対支持隊、脅威隊、続歩兵ですね。攻撃は3部隊、対物特攻変化が起きたのは2部隊。これおかしいなと思って、こちらのブライトノアさんのちょっと進めると、まあ、脅威の先方がこれラグなのか前後してるのかなっていう予想ですけども、さすがに周りに3部隊いるのにね、2部隊しかかからないっていう仕様ではないと思うんですけどもね。はい、ちょっとそれちゃいましたけど、対物特攻の効果ですね、これで 40% だった対物という値がですね、対物特攻変化によって 50% 下げられているので、おそらくゼロですね。各小隊の戦法で対物特攻変化ダウンが出なかったのも、おそらく核の 50% がまず効いて、これ以上下げられないから発動しなかったという感じだと思います。なんか時系列がちょっと時系列おかしいですけどね。そしてこうなりました。まず対支持隊の攻撃、438が290に減少、約 33% 減ですね。ゼロにはなりませんね。対物特攻値
ゼロまでおそらく下げたんですけども、拠点へのダメージゼロになるというわけではない感じですね。一応ですね、今回も推測です。あまりにもちょっとサンプルが少ないと思いますんで。あと勝者ですね、勝者は788が660に減少、こちら 12% 減少でございます。よってですね、半分も減らないという感じになっておりますね。大仏特攻ゼロまで減らしても、まあゼロまでというのもおそらくですけども、そういう結果になっております。でこちらはですね、攻撃所 D 拠点、まあ、D 拠点とまたね A 拠点とかプレイヤー都市とか物体によっていろいろ違うとは思いますけども、とりあえず D 拠点はこんな感じといった具合でお願いいたします。あともう一つ、私前回ですね、複数攻撃、複数戦法攻撃ですね、舞台優先なんじゃないかと、それまで私が持ってたログって全部そんな感じだったんで、しかし今回ですね、3部隊以上、あ、でもこっちの駐屯は1人なんですよね。で、拠点兵、そして、あの黒で隠してるのは、あの、多分最終化なんかしてる人の部隊ですね。そこに当たってさらに拠点に入ってるんですね。しかしですね、こっちの別の拠点、C 拠点でやってもらった時はですね、これ拠点入らなかったんですね。拠点歩兵と各隊芝居隊、ただこの時私4部隊ぐらい駐屯入れてました。だから駐屯数でやっぱり違うのかなっていうね、気がしないでもないですけど、まあ、ここら辺まだ全然わからないです。ある程度ランダム性があるのか基準がよく分かっておりません。まあ、これはおまけでございます。まとめますと、今回大仏特攻のデバフで分かりましたのは、ゼロ以下には下げられない、よってですね、各所2人連れてくる必要はないですね。各所いらないと思います。まあ、相手がですね、大仏特攻で上げてきた状態でこちらも先方を打つとかいうタイミングだったら、各所で100下げる意味があるかも分かんないですけど、ただゼロまで下げても半分にもならないというね、その効果なんで。あともう一点ですね、脅威がやっぱりですね、かなり有効じゃないかと、このログを見る限り脅威が活躍しておりますね。デバフがかかってもですね、脅威が消してしまうという、まあ、これもタイミングによりますけどもね、効果中に発動しなきゃ意味がないというところでございます。そして芝居の方ですね、こちらですね、ログがもう時間経過ですね、中身見れなくなっちゃってます。ただちゃんと見ましたけども、芝居の方はやっぱり攻撃 20% ダウンがついてる分、半減ぐらいまで行ってましたね。なので核と一緒に同じところに行くとダブってしまうかもしれないんで、そうすると各所の時みたいに片方が無意味になる、まあ、やってみないとわからないですけど、いろいろ無意味になっちゃうんだったらどっちかの方がいいかもわからないですね。まあ、何にしろ芝居の方が強いので、効果は私の今の段階では核の立場がちょっと危ういかなと思います。本日は旧剣霊10連をですね持っております。次あと1回、ここで確定だ。提供割合確定枠だとなんと SSR 天部900が 0.4%、 これが10枚ですね。ということは 4.8%、余裕ですよ。20回に1回は天部900が引けちゃうわけだ。それじゃ行ってまいりましょう。 SSR 53枚は引きますよ。さあ実行だ。まず赤い光、私を包んでいく。赤い光に包まれて、優しさには包まれない。私は人の優しさもう忘れました。フルセット来ましたね。そして横から竜、あそこまでは来ないか。これはなんだ。おー、カユーだ。このチート性能カユー、ノーダメージだもんね。たまらないですわ。さあ次、え、ソーヒー、まあまあまあ1枚くらいはいいでしょう。はい次、はい、チョロ、あ、綺麗、あ、王兵、もういいだろ、もういいだろ、名前連続でレア来るんだ。さて皆さん、
ていうことはですね、今貯めて貯めて貯め攻撃ですよ。ありますよね、これ格ゲーとかでじゃおーって貯めてからバーンって、あれですわ。行きましょう。あ、おいやないかい。恥をかかせるな、恥かかせるな、実況者に。まだ貯めてる、まだ貯めてる。これぐーっと貯めた後にね、高くジャンプできるんだ。はい。さて、窮金様が暴れてやる。この野郎、暴れてやるじゃないんだよ。あと何枚、あと何枚ですか。もうそろそろこう最後まで貯めてパーンとこう弾けるんでしょ。まあ養女、才ある者の義務を果たしましょう。ダメ登山か、ダメ登山。まあでも今山を登ったわけだ。馬食とともに私は山を登った。さあ行ってみよう。切られとるやないか、もう山登っておいて切られとるやないか。これスパッと切られとるわ。これ誰も泣いてないわ。もう終わっとるから、確定だけじゃねえかよ。 SR も1枚だし、ちょっと待って、あと1回行うと必ず SSR 武将を獲得。そうでしょうね。ちょっとこれ やろうよこれ。あーもう宝玉少ないのにまんまとやられてる。これ紫って確定だよね。 SR でのもしかして。なわけないよね。これは僕と上さんのお約束でしょ。いや僕だけじゃないけど、みんなだけど、頼むよ。ちょっとちょっとここでさ、なんか力とかさ周囲とか出してさ、ドヤーしたいんだ俺、ドヤーって。来た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 、間違いない間違いない。これはなんだ。あ、関係っぺ、いいけどいいけど、もうちょい上が欲しかった。もうちょい上が、いつも言ってますけど、最後はダメかすごくいいか、これ真ん中あたりの、ああこれでもいいか、これが一番ダメ。前から言ってるじゃないですか、これが一番ダメ。今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。